ベルシュル・バルスリーヌは、フランス、オーベルニュ・ローヌ・アルプ地域圏県、アン県のかつて存在したコミューン。冬のバルスリーヌ川ベルガルドは、バルスリーヌ川が、ローヌ川に交流する地点にある。岩の自然は、非常に特殊な形態をした川床をもたらした。かつて水没したことのあるローヌ川と、バルスリーヌ川の消失である。水は、 地面の下を潜り、川に架か,かる短い橋を渡ることが未だ可能である。たとえ19世紀までここが事実承認の済まない土地であったとしても、この特殊性ゆえにこの地が通過地点となっていたのである。川は現在案件とオートイコールサブワ県の境界となっている。ベルガルドは谷の底にあり、西はルトール高原とクランクルドー山地、東は ビュアシュ山が境界となっている。ローヌ川によって掘られた通り道はこれら二つの山地の間を通る。この通路はゼクス地方やレマンコ北部への主要アクセス道となっている。ベルガルドはかつてミュージネンの町の集落であった。この土地が無人であったことをガリア戦記でガイウス・ユリウス・カイサルが述べている。ローヌ川の通路がベルガルドに 特定の戦略的重要性を与えたのである。往来を困難なものにしていた、川を見下ろしていた岩は1701年に破壊された。地元の歴史家たちは、ローマ時代からこの通り道は、塔で監視され、守られていたとする。1948年1月11日、数キロ下流に作られた、ジェニシアダムによって、この通り道は水没した。19世紀。 ベルガルドの村は重要性を持つようになり、ローヌ川の水運を用いて工場が移転してきた。1884年、貯水池と共に、ルイデュモン電気工場が設置された。これによって、ベルガルドは、フランス発の電化されたコミューンとなった。町の発展のもう一つの原動力は、1858年に、開通した鉄道のリヨンジュネーブ間路線であった。 1881年からエビアンデバンへ拡張された。2019年1月1日、周辺コミューンと合併し、コミューンルーベルのバルスローヌとなった。ベルガルド住民や周辺コミューン住民の多くは、給料の高さや仕事に対する熟練に引き付けられて、ジェクスやスイスで働いている。ありがとうございます。